はい、皆さんこんにちは、アンジです。はい、今日はですね、動画見ていただきいつもありがとうございます。今日はですね、久しぶりに、大正区にある坂本先生の地面にですね、お邪魔させてもらいます。はい、僕はですね、今日はナレーター役としてですね登場するんですけども、よろしくお願いします。今回はですね、滝川先生のですね、まあ、仙骨の痛みをですね、取っていただくっていうですね動画になるんですけども、まあ、あの腰の痛みからですね来てる症状なのかなっていうところも含めて今日はガチ施術ということでですね、坂本先生にちょっとお願いしたいと思いますんで、はい、じゃあマイクをそちらに渡します。はい、よろしくお願いいたしま す。どういう時に痛むかっていうのをまず教えていただきたい。立ち上がった瞬間ですとか、はい、あと前に倒した時に痛みが出ます。出ます。はい、はい、分かりました。さら、まずちょっと動きでどのぐらい痛みが出るのかっていうのをちょっとチェックしたいと思うんで、はい、まず、立っていただいてちょっと動き見させていただきましょうかね。はい、はい、それではかがむ方がいいですかね。かがむ方すると痛いですね。はい、あ、もうそのぐらいで痛いですか。もうこれで痛いです。はい、でどのあたりが、ここが痛い、今ここが痛い、どちらかいうと右側が痛い。はい、 OK です。そしたら、今滝川先生が押さえはったのが、大体が仙腸関節のあたりっていうことですね。でまず、仙腸関節なんであれば、仙腸関節ちょっと安定させてあげると痛みはマシになる可能性があるということで、まずちょっと、向こう側を向いていただいて、はい、一回一つチェックの方法として骨盤ちょっと失礼しますね、はい、骨盤を、左右から押さえた状態にしてもらってちょっと安定感を作ります。これで痛い、痛いですこのぐらいなら大丈夫です。痛いです。これも痛い。はい、これは痛いです。痛い。どこが痛いですか。ああ、そこ、それが痛いです。その右の親指、右の親指が痛いです。あ。ちなみにその力加減で痛いっていうのは、はい、よっぽど結構かなりですね。もうほとんどですよね。はい、あの骨盤が安定することができないぐらいの痛みですね。なんで今指のあの大厚見たら。はい、ちょっと触れてるぐらいなのに痛って言ってるっていうこと、よっぽどだから状態としてよろしくないってことですね。そうですね。でなってくると一度寝ていただいてちょっとチェックしたりします、はい、なので、下向きで寝ていただいてよろしいですかね。少しねじれが入ってます、ね、うん、右膝曲げますね。痛みとか違和感出るよって言ってくださいね。ここまでは痛いです。ここが痛い、ここが痛い、そっちが痛い、はい、OK です。これとなってくるとちょっと仙腸関節じゃないっぽくなってきますよ、うんうんうん、反対きますね、はい、反対はどうですか。反対は右の腰にここに響く感じ、はい、でこっちの方が足の曲がりもいいですよね、うん、確かに、はい、ちょっとすみません、ここ使いますね、はい、こういうブロックっていうのを使うんですけど、はいはいはい、骨盤にちょっとかまします。ねじれてる分を取るために骨盤をかますんですけど、うん、ちょっといいですか、入れますね、はい、こっち側、はい、下ろします。大丈夫ですか。きつい、大丈夫です。反対側、はい、これは大丈夫です。大丈夫ですね。今この状態は大丈夫ですよね。微妙に右の腰に響くぐらい、ちょっと緩めますね。これでは大丈夫、大丈夫。これで足曲げますね。さっきこのぐらいで痛かったんですけど、マシや、大丈夫ですよね。さらにもうちょっと曲げようが曲がりますもんね、はい、ちょっと響き、ちょっと響きますよね。ちょっとこれで本当は時間起きたいんです、うんうん、ちょっと多いよね。起きましょう、はい、はい、ここはあの放置タイム。じゃあ行きます。
お願いします。続きいきますね。はい、ちょっとブロック抜きますね。はい、はい、両方同時に一緒に抜いちゃいますね。はい、いきますね。せーので、もう一度曲げてみますね。抜いた状態で、さっきこのぐらいに痛かったですけど、うん、あ、大丈夫です。今は大丈夫、大丈夫です。あ、でももうそこでダメ。ちょっと行くとダメですね。同じところ、このあたりですか。ここ、あ、それです。これちょっと方向、方針変えていっていいですか。あ、いいっす、いいっす。これ効くかどうかわかんないですけど、はい、やってみますね。うん、ちょっと一度、ごめんなさい、もう一回押しますね。はい、ここですかね。ここですね。はい、はい、そしたら、この感じちょっと覚えておいてもらっていいですか。はい、一回緩めますね。はい、で、平泳ぎするように足を外に出せます。はい、そうそうそう、このぐらいでいいです。はい、これで同じとこもう一回押しますね。これ痛み変わります。痛くない。そしたらこれでちょっとしばらく置きます。キープね。キープです。はい、ちょっと長くなりそうなんで、うん、もうカットしてみます、ね、ここはだから放置します。放置のところはカットしますね。はい、ちょっと長くなりますわこれ。はい、竹田先生、これ姿勢きつかって言ってくださいね。はい、今はいけます。今は大丈夫です。坂本先生、これは筋肉伸び、足を伸ばした時に伸びてる筋肉を緩めてるって解釈なんですか。前やったのカウンターストレイン PRT。 あ、はいはいはい、です。あの小西先生の時もやったかな、うん、はいはいはい、何回かやってるやつです。ああ、なるほど。何回かやってるんですけど、はい、あのただ単に筋肉が硬いだけだったら、うん、90秒放置でいいんですけど、うんうんうん、これ神経系絡んでくるとちょっとかかるんですよ、うん、なるほど。緩むかなって思ったら全然反応してくれないんで、うん、あら、だから多分もうちょっと置いとかないと反応してくれないパターンあるやつなんで、ちょっと一段階は緩んだんですけどね。あ、一応一段階は緩んだ。いや、一回緩んでるんですけど、そっからなんかね、もうちょっと緩みそうなんですけど、うん、緩んでくれないから待ってます。ひたすら待つ。なるほどね。やっぱこう緩む差っていうかあるんですね、その人によって。個人差もあるし、術者と受けてる側の相性もあるし、ね、いろいろありますね。お、なるほど。これすごい上手な人は、うん、筋肉系やったら一瞬で緩めます、ね。へえ。じゃあやっと緩んでくれましたね。おお。ではゆっくりと足を戻していきましょう。いけます？はい。じゃあもう一度、うんうん、押してみますね。はい、このぐらい。大丈夫。大丈夫ですか？大丈夫。OK ですね。さっきよりだいぶ強く。ね、確かに全然違いますね。大丈夫。押せてます。はい。はい。すごい。すごい。ちょっと一回これで立ってもらって、うん、はいはいはい、どのぐらいか幾分か変わったかどうかっていうのをちょっと。お疲れ様です。ありがとうございます。こっち向いたらいいですか。どっち向きでも最初に さっきこっち向いてましたね。うん、はい、これで曲がっていきますか。まあ、楽にあ、でも全然いけます。あ、いや全然行きます。痛みは今のところ大丈夫です。今大丈夫です。今痛くないです。これは体が硬いだけ。滝川先生のここまでお辞儀したの初めて見たかも。こんなにできない。できなかったんですよ、この間。ありがとうございます。あ、全然大丈夫です。すごい。こんな感じでよろしいでしょうか。取れたかバッチリです。すごい。バッチリですか。はい、よかった。いや、だいぶ今滝川先生の顔の表情も違うんですけど、まあ、ビフォーアフター見てもらったら分かると思うんですけど、だいぶね、この状態がいい状態に戻、ね、回復できたんで、またね、腰の痛い方とかね、この施術が気になる治療家さん、セラピストの方さんも、よかったらまた問い合わせいただけたら、気が向いた坂本先生教えてくれると思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、いや、今日ですね、貴重な施術、僕も勉強になりました。ありがとうございました。
じゃあまた次回ですね、お会いしましょう。さようなら。